はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ストレッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ、本日なんですが、センチュリオンというね、最強デッキ。これ、いくつかデッキの組み方があるよというお話を、まあ最初紹介した時にやったと思うんですけども、まあいろんな方あるんですよ。手札誘発いっぱい入れる方とか。他のなんか超獣武者と混ぜたりで、レッドデーモンズと混ぜたりする方とか、今回持ってきたのはですね、シンプルに決め永続魔法トラップをめっちゃパカるっていうデッキです。センチュリオンのいいところ、まず1個目なんですけど、1枚書道が非常に豊富である、というところですね。同じ動きにほとんどなるというところですね。どんなカードを引いても。で、もう1個、ニビルを踏まない。で、妨害をしっかりと用意することができて、しかも打点が高いモンスターもいる。で、アークシーラとか、レガーティアが、後続を用意することができるという点ですね。で、特に、このアークシーラとか、それから、レガーティアとか、レガーティアは、今じゃない、アークシーラとかは、丸3番のこの、エンドフェーズに、センチュリオンモンスターを映像ストラップカードで置くよっていう効果あるんですけど、これ、墓地か除外状態からもいけるんで、これね、次元の裂け目とか、あとアトラクターとか、こういうカードぶっ込んだ後でも、一応、後続確保できるんですよ。これがめちゃくちゃ強くてですね。で、しかもこいつの、隠された2番の効果がありまして、このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分の魔法トラップゾーンの表側表示のカードが、効果では破壊されないってことで、魔法トラップカード、こういうキモい。この辺、ハーピーの春暴気とか、ライトニングストームとか、結構打たれがちだと思うんですけど、その辺のカードで破壊できません。だからアークシーラ立てて永続トラップパカってたら勝てるでしょっていう、そういう理論ですね。ちょっと手札やついっぱい入ってる方が後手は強いんですけど、先行はさすがにこういうカード開いた方が強いんで、ちょっとね、お見合いしていきたいなと思ってます。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。やっぱさ、難しいさ展開こねくり回すよりさ、永続パカってる方が簡単でいいよな。ボロなんだけどさ、正直永続パカってる方がなんか勝率高いんだけど。それ先行はね、高校はちょっと手札誘発とかいっぱい積んでる方が強いんですけど、それは当たり前ですけど、先行は永続パカってる方が強いんだよな。センチュリオンって難しいよね。誘発型のセンチュリオンと永続型のセンチュリオン、ちょっと今回、使っていろいろ回してたんですけど、やっぱ先行の勝率はどうしたって永続の方が高いんだよな、マジで。永続パカってると相手が苦しんでるからなんだけどね、理由は。とりあえずトゥルーデアを、出しまして、相手何もねえのかな、これ。ちなみにこのデッキの、すごいところは、シンクロデッキなのに、ニビル踏まないことなんですよね。全くニビル踏まなくて、このデッキ。4回で得意勝が終わるんで、実は。今これ3回目なんですよ、特殊召喚で。次で4回目で、これで展開終了なんですね。これが一番すごいところですね。これすごいところって言っていいのか分かんないけどね、これすごいところなんかな。とりあえずセンチュリオンアークシーラさんと、センチュリオンガーゴイルツバイさんの効果が起動しまして、これでウララをケアしていくと、ウララあってるってそうだけど、で、センチュリオンガーゴイルツバイが帰ってきて、アークシーラの効果によって、トラップカードがサーチできる。で、これ、センチュリオンの、あともう一個弱点あって、モンスターが永続トラップ扱いで置かれるんですよ、魔法トラップゾーンに。だから、永続魔法トラップカードどんだけ強いの引いても、普通にセットできるの大体2枚までっていう、じゃあ3枚までっていう、こういう風になるから、こうなっちゃうとさ、永続トラップとか永続バナー、そんなにたくさん置けないじゃん。そこはだから弱点っていうか、デメリットではあるかな。サモンリミッターパカったら勝てるだろ、これ。やっぱね、永続に愛され、永続を愛し、永続に愛された男、リュウ実況チャンネルさんは、永続実況チャンネルさんは、大体、制限カードになっても、スキドレとか、サモリミとか、引けるんですよ。ネガ外役だから。ネガ外役だから引けるんですよね。はい。で、これ、サモンリミッター一応自分の、召喚、特殊召喚も制約かかっちゃうんですけど、展開した後に開けば、関係ないのだっていう話ある。で、スタンダップセンチュリオン効果と、で、プリメラ効果と、エメットの効果。
エメトを戻してね、あの次のターンのトゥルデアの特殊召喚も一応確保するっていうのが、まあ、一応基本ムーブになってるんで、エメトを相手のターンに出してね、でそうするとトゥルデアが次のターンまた自分であの自分のターンに効果使えるんで、まあ、それを狙っていくって感じですかね。でフェイスオブセンチュリーを持ってきて、12シンクロ、赤き竜、まあ、カラメティ出してれば大体ゲーム終わってるんだけどな、これなんかカラミティがキとかいうなんか最強モンスターいたんですけど、なんか禁止になっちゃったんですよね、謎に。おかしいなあ、あれ最強のセンチュリオンモンスターだったんだけどな、まあ、これはちなみに出すのはブレイザーで、ね、基本的に、はい、ブレイザーマジ強いんで。サモリミの後ろ、じゃあサモリミの前か、サモリミの前永続ならマジ終わってるけど、アルベル効果は一応無限保有ですか、まあ、念のため、まあ、打って持てなくてもサモリみたいに開きゃ大体大丈夫だと思うんだけどちなみにアークシーラ君は、表側の魔法トラップカード破壊されないっていう効果あって、あの羽暴起とかから守れますサモリミッターをはい、あ、まあ、これ本来であればセンチュリオンを守るカードなんですよね。永続魔法トラップ扱いのセンチュリオンモンスターを守る効果なんですけど、これなぜかサモンリミッターとかも守れちゃうんですよね。あ、融合破兵か、なるほどな。今回破兵した瞬間もうそれであなたの展開終了するけど大丈夫、大丈夫なんかな、まあ、とりあえずですね、グランギニョルの効果起動しまして、グランギニョル効果起動じゃない、グランギニョル見せまして、カルテシア出てきましたと。でカルテシアの効果起動されて、ブレイザーで無効にした後にサモンリミッターをパカることによってマジで相手なんもできないと思ったこれ。ああで幼女爆破して、はい、よろしくお願いします。ちょっとあなた展開しすぎじゃないですか、モンスターは基本的に2回くらいでお願いしますわ、召喚、特殊召喚、反転召喚は2回まででお願いします、お互いのターンにハハ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 。そう、遊戯王ってこういうゲームだよね。デッキロック来ちゃー、あの全部のカードに触れるとこっちあんまりカードを発動しなくてもなんとかなるっていうのが実はこのデッキのいいところなんで。あ、でもちなみにこれデッキロックコストにせんとあかんわ、これスタンドアップセンチュリオンの残念ながらこれちょっと他のカード強すぎて無理だ。お、なんかあるな、あー打たないか、 G かな、まあ、ここうららとかは打ってないので基本的には、まあ、多分あったとしては G かな、これセンチュリオンドゥルーディア効果発動、これ G ってって言われて、でガンマって言ってうららって言われて儚くないからこうガンマからね、これ通ったらさすがに熱い、サイクレームギアガンマの効果を発動、さあ相手の G を止めていく、うらら撃たれる、儚で相手分からせる、はい、これさすが、うお、すげえ、言った通りになっていく、すべてが言った通りになっていく、よし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 、いいぞ、はい、オッケー、でこれで俺のガンマが通って、でウララが無効になって、でさらにアクセルバロネスしてからのセンチュリオンムーブが可能という話ですね、強すぎますねやべ、マジ言った通りだったわこれ、さすがに言った通りだったわ、あまりに犯罪で、特殊がでレベル変化で、センチュリオンムーブは、あーそうか、これあもう発動できるのか、中内いいかで、一旦123、あでもここで俺あれか、これワンチャン ここで2ミルあったら2ミル踏むか、やばい、ちょっとガンマのせいで2ミル踏む可能性がある、1234、これ5回目だ、やばい、ちょ、でもやめてください、危ない危ないで、フルールドバロネス爆弾させて、でセンチュリオントゥルーディア効果発動、戻って、プリメラで、プリメラ効果で特殊召喚して、で効果
がいいでいいですかね。はい。で、ツバイの、あ、なんかあんね。これなんだ。あ、泥場か。あー、なるほどね。泥場いいか。正直、スキトレとパカレバって買ってるから、泥場これスルーでいいんじゃねえかな。誘発持ちすぎじゃないどんだけ誘発入ってるまあいいや。あの、G とウララとドロバ打たれても勝てるシーン、これ取れるかもしんねえわ。 G、ウララ、ドロバ打たれてこの展開できるデッキやっぱすご素晴らしいですよ。まあこれでも正直あるからガンマとハカナ引いてるだけですよ。なんかで、これでアクシーラ、まあ、普通に G はね、まあまあきついんですよね。4枚からドローされてるんでアクシーラたどり着くまでで、ツバイが回収されて、で、カードを1枚セットして、あ、じゃあアクシーラのね、サーチもまあドロバで入んなかったんですけど、まあ、しょうがないですね。で、これでプリメラをセットして、で、これ次のターンにもう一回プリメラ出しに行くという感じですかね。はい、まあ、大体バロネスで1回無効にしてスキドルパカれば相手黙るっしょ。3000打点そんな簡単に抜けないから相手多分だけど、てか毎回毎回俺やっぱスキドルとサモンリミット引くんだよね。もう制限カードを毎回毎回引く能力マジあるからさ、俺永続使うと引きだけゲーミング TV って言われてるから。あ、振動起きたか。振動の効果、振動の効果止めちゃえばいい。振動の効果止めて、で、なんか貫通してくるモンスター召喚してきたらドヤ顔で好き取れって言うわあ、ドヤ顔好き取れって言うわ。超人武者仲裁来た。なるほど、仲裁来ちゃー、ビッグ弁慶来ちゃー。はい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 。あ、てかこれあれか、サーチセントあかんか俺これ。スキドリ開く前にプリメラであれしないといけないな。ちょっとただこれ多分さすがにあれだそうですよね。で、これで岩通し装備してから多分あれだよな、あれにすんだろ、変身させんだろこれ多分。うん、で、何があいつ、カカシに変えて、で、カカシの効果で手札持ってきたやつ切って岩通し特殊召喚してって感じなのかな。岩通し効果、だからここで処理後、はあ、バイク、なるほど、まあ、一旦ちょっとプリメラ出しに行って、で、プリメラちゃん出して特殊召喚してサーチだけ入れて、ですね、これはフェイスオブセンチュリオンでいいか。はい、ちなみにスキドレカでも動けんですよこのデッキ。永続トラップカードの効果で前に出るんで、バイカどうぞ。永続トラップカードの効果で前に出るから、モンスター効果で特殊召喚してるわけじゃないから、スキドレカでも余裕で動いて普通にシンクロ召喚できるっていう、まあ、それがこのデッキのすごいところですね。で、しかもレガーティア打点3500あるんで、まあ、スキドレカの3500超えられるやつなかなかいないんですよね基本的に。はい、なるほど、ちょっと黙ってもらっていいですか対象はどうでもいいですわ、もう黙ってもらっていいですか。すいません、すまんなすまんな。これが遊戯王マスター、どうやら理解したな。そうだ、これが遊戯王マスターデュエル対戦ありがとうございました。いやー、これ先行欲しかったな。これは先行欲しかったな、マジ。サモリミ召喚制限デッキロックってガチでやばいこと起こってたのに、マジうんこみてえな、うんこみてえな展開できたのに、チキショトレードインだと。ホルスか、しょうがねえな。おい、トレードイン2連打やめてくれ、強すぎる。それはおーおいおいおい、それは強えな。指定の先兵を入ってんじゃん、あっちいいな。指定の先兵は強いんだよね結構、ホルスと相性よくてさ、まあ、トレインのコストにもなるし、レベル8だし、あと王の棺とか、あの辺のあとイムセティとかの効果発動すると墓地が蘇ってくるんで、まあ、結構強いんですよねこれ。お、強くね、ちょっとコストが強いよさっきから。もう犯罪ムーブやめろ。うーわ、勇者まであんの。あら、あらメシアの撃来た、やばい。これさすがにこれ助けて、ブローハイ、ブラザーハイ助けてくれ、しんのすけでもいい、頼む。マジでやばいこと来た。いや、強盤面マジやべえな。マスカレタイタニックギャラクシーグリフォンライダーですか。でもこれ永続パカって勝てるとかいうレベルじゃねえなこれ。
もう出てきてしまった以上、これ永続パカったら勝てるとかいうことじゃない。宇宙の法則って何？え？あ、人造人間サイコショッカーを特殊召喚する。え、セットしまった場合自分は全員セットします。はいはいはい、これか。いや、カードはセットしねえよ。カードセットしたらただ単にカードセットされてサイコショッカー出るだけやんけ。え、もしかしてこれ召喚権使ってない。あ、皆さん、これはですね、終わったかもしれません。これ実はこれ一個やばいことがあって、人造人間サイコショッカーでトラップカードの効果全部無効にするんですけど、センチュリオンモンスターって全部永続トラップなんですね。何が言いたいかっていうと、センチュリオンプリミラさん前に出せないんですね。あれ、よう見たらこれ魔法トラップモンスター効果全部無効じゃん、これこのデッキ。強くね。ちょっとセンチリオン相手に人造人間サイコショッカー出すの迷惑なんで、やめてもらっていいですか。